魔法の相性の大事さを。の話はできねえな。どうせすぐ。そうなってくるとここも結構あれかな。おお、2発か。2発ならまだ。危なーい。いった。綺麗に当ててきたな。いけ。はいはいはい。どっちでも2発だったら河川だな。こっちの方がいいです。そこの敵は炎に弱いから攻防で竜論争取ってきてからでもいいかも。あー、おびー、びっくりした。基本ベースは魔術師プレイ的な感じでいきたいのでとか言いながらバンバン切るけど、とはいえベースはここはソウルの光の方が効率いいかな。シャス。いやー強くなったな俺。強くなったな。まあ主に魔法がだけど、そんなにステータス的には大きく変わってないからね。あ、いった。当たるか、それ。いや、それでも、こいつは厳しいな。あ、いった。自分から。でもここから先でなかなか辛いんだよな。いや3発かかかるな。それでもマシになったけどさ。いや厳しいよそれは。後ろから来てるやろ。いやいやー死神強え。ここで結局戦うときこうなっちゃうんだよな。体力半分だ。でしかも魔法の防御力下がってっから余計にだね。ちょっと一旦ここは、いやーでもなー、火力3発で死んでるのが死ななくなっちゃうわけでしょ。辛いよなそれは。いやでももうビーム耐えれねえよな。こいつらはここでなぜこんな形で死んでるんだろうか。あー毎回ここでガチャガチャするのは正直痛っ痛っ。おぶねぶね。
何回目やもう死んだんこれもう数えてねえわ俺やべえ。まあわかるんだけどさ、電動馬行ったらもうそれでいいか。あー魔力回復も地味じわじわって感じだしな。それだったらこうした方がいいか。本当になんかボタン1個でカウント増えてくるのはなんか欲しい。いった待って、自分の年齢は超えたね。死んだ回数確実に超えたね。あどんどん、あもう今目一周仕掛けたな。もう目の周りのあれなんて言うんだっけ。いやー落下攻撃とかねえんだよな。いた30はもういってるだろうな。どうしたもんかねー。よし、ここはもう落ちてってんだよなあいつら。もうここはビーム避けれねえな。しかしあれさっきより火力減ってない？あれあれなんか火力減ってね。また出てきちゃう出てきちゃう。いい抜け方。間違えたわ。まあまあいいよ。あれ？いや、衛星つけてるつけてる。衛星ともう一個これ何つけてたっけ？いや、魔法回復で。魔力回復してくるんです。魔力回復してくのを外したもしも。PS の抽選同じ電話番号使ってたらバレるかな。バレんじゃない。そこは何かしら重複チェックぐらいするでしょ。 Excel でも簡単にできるようなことないから。抜けれん。ここ抜けた。あーやっとこういった。長かった。3マップはまたいだわ確か。そうでもないか、2マップか。いやまあ最初にあのあいつに魔法使い魔法教えてくれるあの人のとこに行かんかったのが悪かったんやけどさ。あてかここは抜けてんじゃだよ一回。俺思い出したわ。そうだわ、爆発するんですよ。爆発するんですよっていうかボスまで行ってんすよ。ここうわぁ、ちょっとコントローラーから音出るのやめて。そうだよボスこれ無理じゃんってなってやめたんだよ。いやいけんのか。ムービーはまた入んのかな。入るね。ボスの中では珍しいな、毎回ムービー入るって。
ふーし、リベンジ。気配じゃないよな、音の話やもんな、どうせ気づかれるやんな。俺何回打たなかのあいつに対して50なんかから倍にはなったけどさやば。厳しゅうございません。あれ、あいつめと戦うの。厳しゅうございませんかね。もう撃ったらと、やばいやばい。ここはちょっと地道に。そんな何度も繰り返す。何度も一発。ですか。そうですか。なるほど。なるほど。そっか、デモンズそんなにダクスほどこうボスの近くでかがり火ができて。なんか、パパパッといけるみたいな、そういうのはあんまなかったか。そうか、そう考えると、ダクソの方が優しい部分もあったっちゃったんだな、これ。いや、毎回ボスのためにこいつら、ちまちま倒して、行くんは辛いところあるな。いや、逃げて、今スルーしてるけどさ。どうする？これ。どうするよ。これ。一体全体。どうするよ。盾変えよう。そうだね。とりあえず。物理カット 100% 盾ですね。どうせパリ取ってねえんだからバックラで居続ける意味はねえわ。全くもってその通り。ショートカットないんじゃない、あの感じだと。あんのかね。しっかり荷物は見る。ファイトシールドは確か。物理100カットやね。魔法50カットの審判者の盾もちょっと素敵やけどな。でもとりあえずあそこの途中のこと考えるとファイトシールドだよな。炎ダメージも70カットしてくれるから、最悪あの。神殿の外はあんたもしかしたら。そうだといいんですけど。あんたはいい人だ。
筋力足りねえんだよな、多分。だよね。だよね。まあでも物理カットはいるわな。多分さ、ちょこちょこソウル手に入れてるはず。ああ、名もなきか。灰色のデモンズソウル使っちゃおうかな。裏技的なショットか、そんなもん。おお、またデモンのソウルを提供してくれるか。感謝するぞ、優秀な魔術師よ。貴公に新しい魔術を授けよう。これでまたデモンのソウルに近づける。素晴らしい人の技だ。毒の雲、うん、一緒にしません？ああ、基本的にソロクリ、最初の初見のあれはソロクリアを目指しているので、まあ死にまくってるけど。諦めましょう。ちょっとあそこはまだ無理だ。もっとレベルも上げて。やりやすさで言うと多分行動はやりやすいと思うから、行動を続きいきますか。すいません、お誘いありがとうございました。よし、気持ちを切り替えて。あ、だが足りてないやっちゅちょっと待って。いやそんな、はい、終わったタイミングで攻撃せんといて。避けれんわ。ああ、ボーレタリア。行ってねえな、そういえば。いいね。この貫通で殺した時の気持ちよさはたまらんね。これで回復アイテムない。ないね。もったいなーい。積んでいい？あれ俺これ積んでいい？あ、積んでいいね。痛くない。懐かしいな。はい、でで、なんかガルルルって聞こえる。キラキラした音が聞こえたが、あれマジ？え？嘘？え？あぶだ。え？ああ、マジか。体力回復あんまないのに。あるやんけ俺。また忘れてた。
ほんまにただ惜別するようにしか最近のソウルライフ生活でもやってなかったからな。完全に奇跡の存在を間違えたまあいいよ、 MP は徐々に回復していくから。うーぷす、あ、待って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 、逃げられちゃうなこれ、腹立つー。ラッカー戦と生かしてくれへんと。大丈夫か、いやーそう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 、ほらからガシャガシャガシャと音出るのもちょっと普通に怖いからやめてくれ。よいしょ、あ、これショートカットコースだっけ前初見でやってた時もこっち行ってたんだよな。もうだってあれ、これあれやん、あいつやん。あーバッとったっとっとった、スタミナ回復早いやん、ゴッドハンド。俺ヒーターシールいったかもしれねえ。最後じゃなかったっけ、でも俺の考えてるやつを、人気、おそらく人気ボス。でもどうだったっけ、どうだったっけ、俺の持ってるやつは潜んでる人なんやけど、知らん人用に若干中途半端にネタバレを回避しながら。これじゃなかったかな。ですわ。オッケー。オッケー。いや、すげえ好きやけどね。ボスとしては。BGM がまたいい。絶望感がある。絶望的。炎に潜むもの。慎重に行けば勝てる。嘘だろ。当たらんのじゃが。いけるいけるいける、こいつはいける。場所悪い、こいつはいけるこいつはいける。バカ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 、たくさん叩きつけるなんてチャンス、叩きつけるなんてチャンス。ダメージすごい入る。確率に攻撃の後で、一丁前に起き上がる、こいつこいつ一丁前に起き上がる、こいつ
あっつい。あ、今も避けられない。いいぞ、わけわかんない、横捨てるし。よし。やばい。よし。いいぞ。やたらとローリングしない。わっ、危ねえ。危ない。おっしゃー、やったで、おい。まあ結構覚えてたんもあるけどここの持続ダメ以外は食らってないっすね。フィールドダメ以外は。ずいぶん同じ火使うやつでも、あの目隠れ五条先生みたいなやつとは全然違うな。ずいぶんこっちの方が楽だな。いい BGM でした。おーし、ここは最後あれだよね、あいつだろうから、ワンパンされたあのお方だろうから。まあでも日付回ってんのか、一旦今日はこの辺で止まっとこうか。結構クリアした方だし。そう、実質ほぼイベント戦な感じやからねここが一番ある種苦労しない、ここのラストのやつが。ソウルの力を求めるのですね。意外とはさっくりといけましたな。筋力どんだけ必要なんだ、あのシールド使うの。関係性における理解、もはやあるし、終わりました。あなた必要筋力は12。わーお、今回の全部いるな。もはやあるじに帰らぬ、すべての生きるものの断り。お、あなたが。よし、とりあえずこれで物理カット 100% もいけましたので、ここからまたちょっと楽になってくる部分もあったりなかったりするんじゃなかろうかと。魔法もまあまあ覚えたし。では一旦切りいいのでこの辺で終わっておきましょう。お、次多分このまま次行動行くかな。でその後ラトリア行ったりしてって感じかな。ここが最後に回すかな。明日の何時からぶっ通したっけ。ぶっ通しはね、明日の13時からです。スパイダーマン・マイルズ・モラレスに関しては、13時からです。固定にしとこうか。よいしょ。まあ、先にもう枠、今日のうちに、YouTube もそうだけど、ニコニコも作っとくので、よければ、明日13時からお付き合いください。ではでは、皆さんご視聴ありがとうございました。